皆さんこんばんは。分析官の梅谷です。始まりました。アシスタントの牧彦です。おお、今回は元気ですよ。はい、今回はワプラユースということで、よっしゃ、試合出てないから俺じゃない。今回分析したのはですね、1試合目前橋育英高校でございます。今回ガチの分析をしております。オッケー。ポジショニングだったりとか、パスの質とか、プレスの質とかを一緒にこう見て、なんか最近リズムのチャンネルでもちょっとやりだしてるやろ。パクられてるよな。うん、質ちゃうっていうのを見せよう。見せたい。あと梅沢はやっぱコメント欄で、IQ 高いみたいになってるから、なんか IQ のキャラになってます。それをちょっと活かしたような分析を今回、彼らよりすごくサッカーを研究して、今回この動画をお送りしたいなと思っております。いいですね。はい、早速お願いします。早速いきますか。失点のシーンかな。最初からお願いします。はい、最初からいきます。3失点目中盤、これルチョーのとこ剥がされて、はい、も運ばれるんですよ。はい、でこれ、はい、今陸シゲでルチョー、俺奥おるんや、で、陸が行くべきか、シゲが絞って外に行かすんか、まあでもこっちに枚数多いし、戻ってるの見えてると。分析官っぽい。うん、今回そうや。 すげえ。で、この場合そう、どう、俺センターバックやから言おうか。僕が陸選手だったら、このかけると陸の間にいる選手へのパスコースを切りながら、パスコースを切りながら寄せるかな。あ、ボールの長さを見て、ドリブルの長さを見て。じゃあ一回そのまま見ますね。うん、どんなプレーか覚えてないんですけど。あ、もうパス出ちゃった。出ちゃってんねん。で、かけるが行く。うわ、マイナスで打たれるっていう。リクやん。いや、リクじゃない。リク、リク。まあまあ、完全に、まあ、ショートカウンター的な感じだったんですけど、これ、原因あります。この流れできます。そう、はい、お願いします。決められましたね。リプレイ流れるんですけど、リプレイで分かるもんね、誰が悪かったかっていう。それがまあ、ウィナーズのあるあるみたいなとこありますから。まあ、リプレイ素晴らしいよね。あの、いいフットボールチャンスのこうリプレイ出してくれるって、こう、行かれるわけです、マイナス。これ上手かったね。上手いな、パスが。ここです。あー、気づいてるかな。スケがやっとる。深いよね。うん、これは何、はい、ゆっくり出てくるから。打たれた後よね。リプレイとかはもう編集で出てるけど、はいはいはい、打たれた後にゆっくり出てくるんだけど、はい、これごめん、間にほんとほら顔出してで、こっち見て、うわー見てね、ハーハーしてこれは何。これちょっと長なるけど喋っていい。あんの、もう一回ベンチの映像のとこちょっと見せてもらっていいですか。ここ、このひょっこ出てくると高幸選手のユニフォームあるじゃないですか、と、圭介の間に牧彦圭介おるんですよ。あ、牧彦選手立ってんねん。圭介が出てきた、ここにおるってこと。そうそう、そのユニフォームの奥に俺立ってんねん。深谷圭介は、この日ベンチやねん。で、キーパーは3枚ぐるぐる全試合回していけるから、圭介がキーパーで出ることはないから、フィールドで出たいなみたいな話してて、で、これ後半最後の方やからもうみんなバテてるから、圭介この間フォワードしてたし、フォワード出たいみたいな話してて、で、圭介と圭介で本田圭介のこれやるっていうノリがあんねん。あ、2人で2人のノリみたいな。で、点失点した瞬間やから、その深谷圭介が圭介モード入って、次俺交代ちゃうかみたいなのを俺にやってんの。これカメラに向かってやってんだけど、このユニフォームの奥に俺おんねん。え、じゃあ、ダブルケイスケですごい暑い中頑張ってた、3失点目すごいカウンターの中ずっとベンチでふざけてたってことでいい。ベンチで遊んでたってこと。やめて、ほんまや、ほんまや。遊んではないで。何してたじゃん、これケイスケの顔ごっこ。説明せんかってよかった。そういうエンターテインメントやから、これウィナーズって。うまいのだけ見るんやったら、おうまい人見たね。エンターテインメント、試合の中でもエンタメをしてくれてるっていう、このなんていうの、その IQ の高さ。何が、俺やったこれ。ベンチでの動き、これベンチワーク。次の動画さっき言わせてもらいます。試合中に厚切りジェイソン盛るわけないや、盛るわけないや。 Why Japanese people おりました。なんて、ただ一瞬やねん、その見えるか分かれへんで、前半2分、前半2分に厚切りジェイソンがおりました。おらんやろこの石川県の暑いところに。
前や。何してんねん試合中。お前や。いや厚切りジェイソンお前かい。俺かな果たして。お前や。よく見ててみ。よく見て。北条がスローインや。うん。わあジャパニーズピーポー。お前や。やってもうてんねん。俺もやってもうてた。なんかふざけてもうてた試合中ごめん。わあジャパニーズピーポーやってた。違うやろ。お前はボールこっちによこせやろ。これどう分析したらいい。こういう知らん。お前が持ってきた題材やろ。どう思う。普通にこれは逆展開しろよってこう大げさに見せたんじゃないかなっていうふうに思ってます。あ、そうか。大げさに見せたらこっちの敵もなんか寄るもんな。ほんだら中盤悪しや。あ、そういうことか。こいつ全部やん。全部 IQ でやってますタイプ。あ、そういうことか。きしょ。あ、ごめん。じゃあこれ全然違ったわ。きしょ。これはね、もうさっき言うべきか分からんけど、みんなケイスケのあればっかりで気づいてないと思うねんけど、うん、後半の給水の時、うん、気づいてるんかな。多分一回死んだ人が映ります。誰が？2秒ぐらい死んで帰ってくる人おるから見といて。もう給水やから、給水だからもうみんな一回こう疲れてる、うん、疲れてるな。大地もほんもう疲れて、円形も、円形も疲れてで、マキもこれもうみんなでハイタッチして、うん、拳に、うん、ケイスケとマキ一番行ってるわこの二人、うん、行くやろ。あやむ、あやむ見といて。ずっと目やばい。マジでこれ行ってるやろ、うん、これ誰でも気づいてないやろ。どこ見とんの。ほんまに見て。え、んで次口に注目して、うん、水飲んでからなんか言うねんこいつ。しかも声出さずに、うん、お前あ読める。独身術できる。できる。読めた。読めた。なんて言ってた。え、この水おいしい、この水で投資詐欺しよう。いやいや、そんな長くないよ。俺読めて言うてんねん。水飲んでうまって言うてんねん。やばい。行くで。水がうまいともう感じ出した、うん、試合中。水飲んでうまってちっちゃい声で言ってるから。うまって言うてるやん。うまい。こいつさ、マジ危ない。ベンチ、わからんかった。一回死んだこと。わからんかった。一回死んでるやん。だから提供長岡危ない。どっちもカメラ映ってないか思うて一回死んでもうてんねん。で、目どっちも決まってんねん。あまりにもケイスケが目決まりすぎてるからあれやけど、アイムが弱い。アイム全然決まってんねん。やばいな。アイムは決まってんねん。ガンジャマンや。うん、アイムガンジャマンでした。続きまして、オッケー、ハーフタイムです。今回ハーフタイムが給水の時にやっぱりみんな疲れてるから、うん、結構出てる。決まりやすい、うん、すごい。やっぱ裸なってる人とか、うん、暑いし氷やってる人とか、うん、います。まあまあ見ましょうよ。はい、まずここです。新しいニックネームがここでできたのかな、わかんないです。どれですか。ウィダーマンが、わしのこと。しかも見てすごいって思ったのが、うん、パッケージ前に出して皆さんいりますかを言わずに、皆さんいりますかを言わずにパッケージ見してこうよ。背筋よく。ほんまやな。こんな素晴らしいやつおる？おらんやろな。ああ、がカットされまくっとる。まあそれはそうやけど、ただこれだけじゃない。続きがないやろ。一個売れます。まず売れた。からですよ、うん、え、1個売れたらどうする？もう1個売れる待つ。ほんま一瞬やから見といてな、うん、よう見とんなお前。見て。何これ。分からんけど大量に持ってきて、なんか知らんけど。え、ぶっちゃ始まんや。もう手見て、指全部使って。ここウィダーやろ。ここウィダーやし、これも多分ウィダーやで、上ブンちゃん右もめっちゃ持ってんの。すっごない？隠れマッキー見つけたね。隠れマッキーエグいってお前。すごい、塩分チャージ渡そうとしてるわ。右渡したはずやのに何か持ってきてるやん。塩分チャージの中身ついてから開けるったら遅いから、もう先持ってもうこうで、余ってたウィダーも持ちながら、こういうもん持つよ。ウィダーここで持ちながら塩分チャージこっち取りながら、うん、お前完璧やん。そうやで。あの一瞬でお前そんな気利く？お前もうさ、そういう意味じゃないけど、お前一生ベンチおったらええぞ。ほんまに。最後喧
かなれへんかったんかなって思って。おそんな事件があったミナーズで。うん、これ前半後半最初か、うん、オフサイドになって、うん、これ喧嘩ならへんかったのかなって。大丈夫やった、うん、何が、えめっちゃ嫌いなことされてたんでずっと。何が、えもう大丈夫やった、オフサイドとか見る、うん、オフサイやった、もう止めるわピンポイントで。これ大丈夫は、俺おらへんだってかけると大地か大空か分からへんわ顔にすぎて大丈夫やった試合終わり、何がやった行くか、何やこれ、いっちゃ嫌いやつちゃうのこれ、何してるんですか、こう盗撮、しかもこっそり盗撮、うん、お前らの TikTok のネタにしてんちゃうぞお前ら、しょうもない、何やお前、フィナーズ石川県来て撮影しに来とんかい、試合に応援しに来いや、終わってから言うた、言わん、そんなやつしかおらんねんから、これ気づかんかった、気づかんやろ、俺絶対喧嘩なってると思って、くそーこいつ盗撮しやがって、巻きが切れるっちゅうねん、やめろもうその持って言い方、俺悪いやつみたい、こんなこっそりひょっこり、こんなんはやめてください、怒らんし、もうしょうもないほんまに、暑くて大変で塩分チャージをこうやってんねん、自分もどんな仕事や、自分も食べずに味方に塩分チャージをやってる時にここでこんなんされたら巻きの血管が切れてまう、誘導だったわ、もうやめろ、尖ってもうたわ、尖れてへんねんお前、ちょっと改めて説明すると、この試合ね観客ドゥワーいたじゃないですか、うん、で僕はこれの時のウォーミングアップでもいろんな人に7分やれとか出てないかもみたいな、で俺はもうやらん、こいつら無視しろ、試合だけに集中しようみたいなエンジンで言ったっていう話はどっかでいろいろちらほらされてました、うん、でも僕はよく考えたんですね、いやこんなとこまで来てくれて応援してくれてる方々には感謝をするべきだということで、いやみんなありがとうございましたみたいな言って心を入れ替えたんです、2試合目以降、うん、2試合目もね観客ブワーって試合前になってたんですよ、そこにマキエガさん一人で行くんですよ、ほうみんながウォーミングアップとかなんか喋ってる間一人で行って、え今日は、皆さんお越しいただき本当にありがとうございます、え皆さん、うん、スマホとか携帯持って、うん、盗撮とかそういうのじゃなくて本当に生の目で焼き付けて応援してください、うん、っていうのを言いに行きました、言いに行きました、それは何が上がるのベンチでいい動きしすぎると選手たちはこいつずっとベンチのままがいいんやってなるってことか、次からベンチなんて俺いつけるわ、こいつベンチにおらして危ないって、そういうことか、いやそんなやつ試合出たらもっと危ないだってベンチおった方がいいって思われてるやん俺今、ベンチですっごい活躍するから、めっちゃ活躍してる俺、だからほんますごいと思うもん、できへん、その音が全部切られとったミラーズでは、俺は塩分チャージマンより声掛けマンやった、そしたら声掛けが全部音消されとった、枕史上一番声出してた、石川県で一番声出しとった、その音が全部消されて全部しもちゃん、しもちゃんのナレーションになってた全部、皆さんベンチでも、こういう風にね、感謝されるいい選手になりたいなってください、もしね仮にみんな絶対1回2回3回4回5回は、ベンチ経験ありますけども、そういう時に、腐らずね、こういう風に動けれたら、素晴らしいチームとしても素晴らしいチームになりますし、今後それ自分が出た時に、ベンチの人に、感謝もできますし、いいチームになりますそれこそ、うん、ということで、今回分析官と、ベンチの、動きのベンチマスターでいい次回もまたやらせてもらいます、もういいです、ありがとうございました。